北海道札幌市の隣江別市にある今大会唯一の初出場立命館慶尚。この日の気温は最高でも氷点下。そんな中でも雪のグラウンドには選手の声が響く。立命館慶尚キャプテン久保田圭、彼とチームの思いが一つになった試合があった。創部以来初の9月の南北海道大会決勝、相手は4連覇中の強豪札幌山の手。花園をかけた大一番。非常に接戦をしていまして、まあ、総大会で山の手で当たり前のように花園行くよりも立命館で頑張ってジャイアントキリングして花園行った方が絶対楽しいじゃんって話をして、小学生の頃に誓った夢、彼はその実現を信じ続けた。まだ夜が明けきらない朝、いてつく寒さの中登校してきたのが立命館慶尚キャプテンの久保田。彼は授業前に自主トレを欠かさず続けてきた。結構この学校は限られてくるんで、練習の時間が個人でできることを、まあ、練習時間には回したくないんで。道内でも屈指の進学校でもある立命館慶尚は練習時間が限られているため、花園を目指すには時間が足りず、久保田は朝練を始めた。そんな彼を見てチームメイトは、やってるやつ見たら やんなきゃなって、それが自分とかチームにつながるんだったらやっていかなきゃいけない。参加を強制せず、それでも仲間は増え続けてきた。4歳の頃にラグビーを始めた久保田。小学生の時、地元のクラブチームで全国大会に出場。その会場が花園だった。この時久保田は一つの夢を描く。それは中学へ進学する前のことだった。高校で花園に行きたいっていうのを書いて本格的に意識し始めたけど、やっぱすごい壁は高くて。そんな久保田を助けてくれたのがチームのキーマンでもある三浦。高校日本代表候補の三浦は実は小学生時代久保田と同じチームで全国大会を経験。中学は別となったが、そんな三浦を久保田は同じ夢を追いかけてほしいと立命館慶尚に誘った。こっちに来てほしいっていう思いと、やっぱ一緒に花園行こうぜって思って誘いました。K から、まあ、山手を倒そうっていう声がかかって、山手を倒すってことは、簡単なことじゃないので、それでも、まあ、声がかかってやってやろうっていう気持ちで入りました。三浦の存在がチームを変えた。だがそれでもまだ埋まらない全国との差。そう感じる久保田は練習で時には厳しい一面を見せる。ラグビーを分かったやつが多いから仕方ないけど、できるやつが全部言うしかないから、で、まあ、言わないと分かんないから一生懸命考えて。全てはチームのため、花園のため、それが実を結んだのは9月の南北海道大会決勝。タレントが揃っています。先制点を奪ったのは久保田がチームに誘った三浦だった。高校ジャパン校強豪札幌山の手を相手に最後までリードを守り続けた立命館慶尚は見事に初めての花園への切符をつかんだ。まずはここから、また練習を積み重ねて、花園2勝に向かって、走り出していきたいです。花園出発を直前に控えた学校での練習。チームは
雪のグラウンドで楕円球を追いかけた。3年生にとってはこのグラウンドでできる最後の練習。久保田は練習後、一緒に夢を成し遂げた仲間に囲まれ、今の思いを叫んだ。楽しく終われるか全員で楽しんで、もう勝っても負けても笑って終われるような本当に最高のメンバー。初出場の花園に挑む。黒と黄色のジャージに身を包んだ久保田が聖地へ。序盤から花園常連の岩見治水館に攻め込まれる。トライ。小さく蹴ってきた。キックパスになった。そして内に返すが手に触れた。アドバンテージ出ている右中間、飛び込んでトライ。それでもキャプテン久保田は前へ。果敢に身を投げ出す。12点を追いかける後半。立て続けに4トライを奪われ突き放される。このままでは終われない夢舞台。残り1分。つないでジャパンゴール。ミラミラ走った、振り切った、振り切って左中間飛び込んでトライ。花園初トライは高校ジャパン候補。決めたのは久保田が誘ったセンター三浦。そしてトライ後のキックは久保田。トライ後のキックコンバージョンゴールも決めました。新たな歴史を刻んだ初めての花園だった。まだやりたいってわけない。試合の前にもし負けたとしても悔しくて泣くんじゃなくて、負けたらそれは治水館さんが強かった、そうやって笑って終われるようにっていう。自分はそこはまだ 100% プレーできなかったのでめちゃ悔しいです。マジでありがとう。お前がいたからマジでここまで来れた。本当にありがとう。ありがとう。ありがとう。そうです。本当にラグビー大好きでいいメンバー集まったし、まあ、絶対にこの花園出た経験っていうのは人生の中でトップ3には入る経験だと思うんで、これからも仲良くして楽しんで人生過ごしていけたらと思います。